8月の4日、ちょっと早いですけど、今6時になるところです。朝の気温です。5.5度、25.5度。いくらか涼しいです。クレマチスさん、こんな感じです。ほら、いっぱい葉っぱ出てきてます。ローグチさんが早い。ローグチさん見てください、ほら。もうつぼみ、何個かついてます。もう間もなく咲くかもしれません、ローグチさん。ローグチさんがやっぱ早いね。なんかね、発育がすごいいいみたいです。あと、こちらの方の、プリンセスダイアナさん。プリンセスダイアナさんも葉っぱ出てますけど、そんなに、あと、クリスパさん。クリスパさんもね、上の方にもほら、つぼみ。つぼみついてます。見えますかね。クリスパさん、つぼみついてます。あとはね、白まえさん。白まえさんもね、ほら、先端につぼみ、ちっちゃいけど、ついてます。ね、ついてますね。あ、テッセンさん。テッセンさんはまだそこまでなってないかな。そんな感じですね。はい。あと、花鶴草さん。前回からね、少しずつ咲いてまして、また葉っぱが出てきてるね。今日花は？今日朝の花がちょっとないみたい。終わったところはね、これ終わったところはあるんですけど、今日花咲いてるところがちょっと見つけられないでいます。これも終わったやつだね。それと、こちらに来まして、カーネーションさん。カーネーションさんのね、つぼみ、ほら大きくなりました。これ咲いてくれるね、これね。このぐらい大きいと、いい感じ、咲いてくれると思います。あとはピンクのバラさん。ピンクのバラさんもつぼみがこのぐらいまで大きくなってます。ほら、あとは後ろにも、ここにもあります。あとはこの間剪定したやつなんでね、まだ 4,5 センチぐらいしか伸びてません。これも前回剪定したやつ、これが一番伸びてるかな。これも剪定したやつだね。隣、中心がオレンジで、縁取りが赤の、バラさん、ミニバラさんです。まだちっちゃいつぼみ、こことか、ここにもありますね、ほら。ちっちゃいつぼみ。その他はないと思いますけど、前回これも剪定しましたんでね、剪定してからの枝が4、5センチぐらい伸びたかなっていう感じしてます。あとは、さしきのばらさん。前回芽をね、花芽ついちゃったんで、花芽というか、つぼみついちゃったんで、つぼみか、書いて落としました。発育の方をね、優先するのに、つぼみちょっと落としましたので、こんな感じです。でも、落としてからまたね、何センチぐらい？ 4 センチぐらいが出たかな？新しい新芽が出てます。これはちょっとあまり動きがないですね。とルージュピエイドロンサールさん、こちらの方については新しい芽がこう出てます。ちょっと焼けたようになってるね。ちょっとね、あまり暑いからな、そこら辺かな、わかりませんけども、まあ新しい芽がポツポツ出てますんで、まだ大丈夫だと思います。あとは黄色いミニバラさん。黄色いミニバラさんもね、葉っぱようやくね、出てきまして、なんか息が良くなったかなみたいな感じします。あと一つミニバラさん、これですね、これ古い枝、古
古い枝で横からシュートが2本出たんですけども、これもダメですね。なんで今日ここ地際からもうこれ、剪定したいと思います。ちょっと今からやりますね。これはですね、もう完全に、ダメになった枝、死んでる枝なので、ここ地際から切ります。ご苦労様、綺麗にかな、はい、ご苦労様でした。こんな感じで古い枝取っちゃいます。じゃああとはね、新しいシュートを2本頑張ってください。知らない花さん、知らない花さんがね、まだ咲かないんだよね。いつになったら咲いてくれるのかなと思うんですけどね、まだね開いてません。こう一つずつ全部花なんですけどね、まだね咲いてくれてません。間もなくかなんだと思うんですけども、あと一つ抜かしました。オステオさん、オステオさんちょっとダラとなってます。もう水切れです。水先ほど水分補給しましたが水切れになってました。オステオさんも花がねないんですね。あれからね、花さして咲いてくれるといいんですけどね。こっちに来まして、立木のバラさん、一番手前の方が濃いピンクのバラひろこさん、コットショートさん、ここ咲いてます。綺麗に咲いてますね。いい感じです。その他にね、前回剪定しましたところから新しい新芽がこのぐらい伸びてます。10センチぐらいは伸びてますかね、はい、頑張ってくれてます。隣は薄いピンクのバラひろこさん。この間なんかね、変な虫がいまして、毛虫のような毛のない虫、4、5匹いたのをね、見つけました。案の定ね、葉っぱが壊れてましたけど、これ葉っぱがね、こんな感じで壊れてましたけどね、早く見つけてよかったです。新しいつぼみもこのぐらいまで大きくなってきてます。あ、これつぼみ食われてたね。くそ、これは剪定しますね、ここね。ちょっとしちゃいますか。もうあのぐらい食われてたらね、もう咲きませんので、ここから剪定しちゃいます。かわいそうだったけどね、仕方ないね。剪定しました。あとはね、つぼみ、これもつぼみ、あ、これも食われてる。つぼみ食われてました。くそー。ラスト、薄いピンクのバラひろこさん、これかな。これは大丈夫だね。このぐらいのつぼみ出てます。あとは1個だけか。したらくそ、やめてたね。これは前回剪定したやつか。やられちゃってましたね。まあ仕方ないね、はい。まあ、今回はつぼみ1個、つぼみ1個で大きく探してください。あとその隣、ロマンティックアンティークさん、こちらの方はね、つぼみも大きいのはこのぐらい、それと小さいのがここにあります。あとはね、一個だけも咲いちゃいました。こんな感じで一個だけ綺麗に咲きました。ちなみにね、このバラさん、ロマンティックアンティークさんはすごい香りいいですよ。素敵な香り、いい香りです。それと最後にクリスマスローズさんです。クリスマスローズさんはね、もう全く変わりなくこんな感じで過ごしてます。以上です。